では、第4問の問い1に入ります。まず、アですが、これはい,いですね。一応な電波の強さので、E イコール、リーブンの V。こちらが答えです。えー、電波の強さの単位としては、ニュートンマイクロの1クロあたりの、えー、受ける力ですが、あとはこの、 ボルトマイメートルっていう単位もありますよね。これを頼りにこれは導けます。これね、どういうことかって簡単に言うと、まあ、あの、メートル距離をボルトで割ってるので、こっちがメートルで、こっちがレインサーとしたら、電波の強さってこの傾きみたいな、傾きのようなものだということですよね。で、もう一つ、こっち電力、電力線の数でも、電波の強さは表され、1平方メートルあたりに、 一平方メートルあたりに通る電力線の数なので、これが面積がどっかに与えられてたはずだよな。えっと、こっか。曲板の面積は S なので、S 分の4 π k o q です。で、この二つは同じもののはずなので、この Q イコール CV の形を目指して、こっちイコール、こっちの式から始めればいいですね。S イコール4 π k o q イコール D 分の V。この形になって、Q イコール何だかかける V の形にしたいので、Q イコール、えー、これ分母の方に行って、4倍 KOD があるね、D 分の上に残るのが S なので、SV。この形になります。この形になるので、これが C ですね。 9イコル CV。比例定数。4πKOD 分の S。ということなので、えと、まず D 分の VD で、4πKO9、KOD 分の S なので、8が答えになります。